はい、じゃあ今回も実況プレイやっていきたいと思います。潜っていきましょう。遠望の活躍が見れてないんでね、まあ、続けていくという感じですね。本当にね、ウルガモスに対してはむちゃくちゃ強いんですけどね、遠望は。ちょっとな、だからこのパーティー今ヒードランとか、さっきのエンテイみたいなのにめちゃくちゃ辛いんで、レイビーで凍るのやめて。はい、ちょっと今回レイビー採用してる子がいるんで、あ、ウルガモスいますね。ウルガモスに対してはかなり強く出られる。カバか、ガッサは何なんだ。カバルドンとガッサ合わせてるってことは毒毒玉と見ていいのかな。毒毒玉だったら誰だ、誰だったら勝てる。勝てない。待って、ガッサに勝てる子いないよこっち。大丈夫。ナットレイでなんとかならないな、絶対ならないね。ポイヒガッサは起点を作らないという形で阻止するしかないな、動きを。オリオン2から遠望あと1体。どは誰にしようかな。ナットレイはかなり舐めてるな。スイ君の方がいいな、やっぱり。なんでマリルリにしたかっていうと、馬車網で完全に詰むんですよね、ここスイ君だと。本当に初手降参レベルで詰んでるんで、マリルリにしたんですが、馬車切ってもスイ君にしないときついところ多いですね。ここがスイ君だったら終わりなんですが、まあ、ぐじぐじ言っても仕方ないんで、ナットレイマンダにそこまで弱くないこともないかな。ナットかゲンガーなんですけど、どっちですかですね。ガルド出てくるかな。ポリゴンツイルから出てきそうですね。あれ多分ドクマモなんですけど、サンダーか。サンダーはありか。苦しいな、戦術がかなりおかしい。いやこれ綺麗にいかないとか出ないパターンですね。綺麗にいきたいだから、うん、よろしくお願いします。ギルガルド、はい。いきなり来たか。毒マモじゃないのかな。毒マモだとこう思ってたんですけど、エア上がった、はい。まあ、シャドーボールからいきましょう。起点作られたらもうあれなんで、え、聞いた。あー、じゃああれか、カバルドン。へぇ。あ、じゃあこれは、あれか。毒マモじゃないです。あ、よかった。毒マモじゃないのか。シャドーボール。まあ、火力は全くないですが、D ダウンを引いた。これ美味しい。これ多分落とせますね。落として頼むから。多分落とせると思う。この D ダウンはめちゃくちゃ大きいです。ですよ、乗ちますよね。これはラッキー、うん、いやもう本当に純粋にラッキーとしか言えないですね。マンダだったら詰んでますね相手。ガモスか、オッケー、いいよ。これはね、エンボーのいいとこ見せます、見せられますね。エンボーはウルガモスっていうポケモンにめちゃくちゃ強いですね。今か環境にウルガモス、そして裏にいるマンダに対してもモルハが一貫するっていう特性を持ってます。非常に優秀なポケモンですね。ここは裏のその、うん、ガルドへの効果も考えてフレアドライブでいいかな、うん、フレアドライブでいきます。ガルドに交換してくることも考えられ られるんで、降参だって 殴らせてはい、ありがとうございました、うん、火力を火力と耐久を見せられなかったですね、はい、1枚ダイモンじゃ半分以下に抑えられますね。砂込みでも多分2発耐えたと思います。だから起点を作られていたとしてもカバルドンが生きてね、あくびさとかされて、あくびとか、いや違うな、まあ、とにかく起点を作られていたとしても後出しから余裕で間に合いますね。本当に便利なポケモンですね、はい、じゃあ行きましょう。んー、ちょっと今のはでも、まあ、D ダウンが結構大きかったですね。まあ相手も多分まさか1位だとは思わなかったって感じでしょうかね。はい、はじましこんにちは。今の1800って多分もう本当に、あ、違うわ、
違った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 。ごめんなさい、1900と間違えました。1900超えると多分50位とかぐらいなんですよね、今。さて。まあだから、序盤のレートはやっぱ基準になりにくいですね。どのあたりかわからないってなって。さて。そうですね。パルシェンとかエルフーンとかいるんで、なんていうか、積みサイクルチックなパーティーですが、まあ、普通にサンダーとかガーレラとかもいると。サンダーはこれ穏やかかな。それな感じありますね、若干。さて。こっちのパーティー物流系、明確な物流系を用意していないんで、ガレラとかバシャモンみたいなポケモンが普通に辛いんですよね。だから選出きっちり当てていかないと、まずは厳しいというのがありますね。ヒオルタクだとサンダーなんだけど、相手の先発がメガバンギだった場合は終了するんで、それはそれで辛いですね。メガバンギはマリルリ吹っ飛ばせるんですよね、一発で。うん、まあ回ってしまえばですけど。だから先発読み外すと終わるっていうのがあって、マリルリナットレイの並びでいくと、でもマリルリ育ってるやつは、まあ馬車アモに出していけるか。ナットレイ、マリルリ、エンブオ。さすがにちょっと、これは、なんていうかな。ガリューラをバカにしすぎですね。ナットレイ、ゲンガー、マリルリかな。サンダーが重いな。こうかな。ちょっとエンブオ出せないですね。エンボ出したかったんですけど、出したかったし出せるんですけど、ナットレイの方が優先かな。じゃあよろしくお願いします。さてパルシェンから来たか、マリルリー。なんとも言えない対面ですが、ジャレツクから行きます。まあここ、まあ空破っても相性が悪いんで破れるんですが、サンダーか。なるほど。うん、5つ目かな。じゃあジャレツク当たるよ。耐久ないけど5つ目。はい、そんなに振ってないタイプかな。ゲンガーでいきたいと思います。どうしてくるかな相手。いきなりナットで戦ってサンダーに負担が集中してる形なんですけど、サンダーじゃない、マリルリに負担が集中してるんですよ、ね、いきなりナットで戦ってる電磁波。はい、まあ、これは別にいいでしょう。いやまあ良くないけど、良くないけどいいでしょう。メガ進化してオリビかな。イスワットか、まあボルチェンとかかもしれないですね。さてさて、しかし電磁波か。ゲンガー一点読みだったか。いや羽根、はい、これキャッチしたんで、あでもボルチェンだったかもしれないのか。お指当たる OK。 はい、たたり目でいいですね。10万ボルト、普通に座り型のあれか、確認取られてないよね。 OK、 たたり目どんぐらい入る。お一撃、あ急所か。これはラッキーですね。運、もうこれは運だな。いや今日は運がいい日なのかな。はい、サンダー突破と、あとは裏が誰かですね。ガルーラはちょっと辛い感じしますね。ガルーラか。ゲンガ捨てるべきかどうか。まあ捨てるべきかな、いらないと思う。地震に対してナットレアトラスする意味も薄いし、これでいいはずですね。ガルーラ、はい、グローパンチ、グローパンチ、いや動いてたらめっちゃ美味しかったな。運がいいようであんま良くないか。これは噛み砕く。動いて欲しかったな今のは。動いたら勝ちだったな。まあしゃあない、鬼は命中もあるしね。動いてても外したかもしれないし。しかし今のグローパンチは完全にズルでしょう。
メガ進化してやってきてるっていうのがもうあれですね。まあ、宿り木から入りますか。グローパンチ、はい。まあいいでしょう。幻覚落ちて、鉄の時計。グローパン何かで、落ちないと思うんで、ナットレイは。宿り木外さなければいいんですけど、外したらもう終わりなんですけど。オッケー当てる。オッケー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 。まだありますね。さあ回復していく。どうしようかな。ここは一旦守ります。パル出てこないとは思いますね。守っていきましょう。何撃ってくるかな。ここドレパンとかだとまずいんですけど。グローか。グログロー。選出は正解でしたね。よかったよかった。ナットレイはまあ出してよかったか、ガルル厚くしたんですよね。マリゲン演武王もありだったんですけど、ちょっと足遅すぎてやばいなと思ったんで。ジェロボールでいいかな。グロー、はい。グローをノーマル技噛み砕くな何かみたいな構成ですかね。はい。結構入るな。ジャイロで倒してしまうんで回復できないですね。はい、2回取った。この後パルに対して何選ぶかだな。リップ選ぶかジャイロ選ぶかですね。リップかな。甘えは巻きにつながる気がするな。ジャイロでも大丈夫か、破ってきたパルに対して。いやーダメだな。甘えは負けのもとですね。出ていきましょう。つららできたか。落ちるかな。なあ落ちそうか。これはどうだろう。ギリ耐える。37から21か。お耐えたな。オッケーオッケーオッケー。当ててほしいな。つらら打ってくるんだったらジャイロでよかったけど、オッケーオッケー。当ててくれるんだったらいいな。いいダメージいいダメージ。これあとジャイロ打てばいいですね。もう破れないです試合で。オッケーオッケー。選出も噛み合ってよかったですね。茶色で殻破ってきた。まあまあそうですね。ここ勝ち筋取るにはこれしかないみたいで、ビップ見せたんでビップ外し考えてるんですね。これはまあこっち2ウェポンなんでこれで勝ち確ですね。オッケー。はい、綺麗にいけますかね。いけましたね。はい、何も言うことないな。はい、ありがとうございました。じゃあ、結構時間短いですね。はい、じゃあ、今回ここまでです。ここまで見てくださった皆さんありがとうございました。また次回も見ていただけると嬉しいです。失礼します。